三国山は丹沢山地の西端、神奈川県、山梨県、静岡県の境に位置する山である。神奈川、山梨、静岡の三国の境に位置することから三国山と呼ばれる。三国の境は山頂より約500メートル東側の標高三3 2 0メートル、あまりの中原にあり、標高百3 4 3メートルの山頂部は山梨県。 静岡県境に位置する。三国の境からは西、北、東の三方向に尾根が伸びている。西側は三国三領と呼ばれる山梨、静岡県境をなす尾根であり、富士山麓の鹿坂峠へ伸びる。北側の稜線は丹沢山地の赤領部にあたる丹沢狩猟で、三国峠、鉄砲機の頭、高い指山へと連なり、途中で進路を東に変え、 遠く山地中央部の日の木道丸、昼が竹へと伸びる。東側は神奈川、静岡県境をなす県境尾根で、湯船山、不老山へと伸びる。山頂周辺は、ブナや水ならなどが生い茂る、樹林帯であるため、展望は良くないが、北側に位置する交渉国境尾根の鉄砲機の頭や高、指山などは山中湖と富士山が望める。 高天望の山として知られており、東山と合わせたハイキングコースは森林浴と天望が楽しめるコースとして人気がある。山国山陵は樹林帯の穏やかな尾根が続き、静かな山歩きができる。あざみ平では火山暦の腹が広がり、秋には松虫草や藤アザミが咲き乱れる。山国山山頂部山国山北側の鉄砲木の頭山頂より望む、 三中こと富士山、ありがとうございます。